ついてアイアンを紹介してもらいたい。クラブの買取。アイアンはもうやっぱり本場じゃないかなと思いますけどね。もうね、アイアンはね、迷うんでね、もう進めてもらいたい、正直。アイアンってこういっぱいあるじゃないですか。いっぱいあるんですよ。基本的にそんなにめちゃめちゃ性能の差がね、出にくいので、だから聞きたい。どの顔のジャンプを買うかによるんで、自分の中で優しい、難しいっていうところの選び方だけになってくるんで、優しめでいっていかれるんでしたら、もう737の P。737P。あとは、まあ、これも結構。昔に出たスチールヘッドの XR16、まあ、これは本間じゃないですけどね、これはキャロウェイ、はい、この復刻版ああいいです、ね、新しくなった形になってるんで、いいですね、いいですね、まあそうですね、あとありがとう、まあ、で、だから、うん、もう、まあ、ポケットはいらないよって言われるんですが、うんうんうん、もう王道スリクソンの7シリーズ、ああ、スリクソン7シリーズね、7シリーズありますよ、この辺にかっこいいですね、ブラック、これ限定で、こっちが新しいものですね、で、76ね、松山選手は何使ってるんだ、もっと969の方だね、9か、今売れ、やっぱ売れてないんですよね、やっぱ松山選手さんは売れるんです、売れますね、ありがたいことに、素晴らしい、そう今ねあまりねツアープロの契約でクラブが売れない時代と言われている中、ね、松山だけは売れるっていう、すごいな、やっぱ影響力ありますね、ありますね、そうかそう、結構じゃあもっと優しめにアイアン振るとどうですか、もう割と初心者系でね、初心者系で、はい、初心者、うん、割と本当にこれ優しいですよみたいなアイアンってあります、うん、ここは今埋めちゃって今入荷待ちなんですけど、はい、UD プラス2ですね、出ました、出た、UD プラス2、かつて私も仙台に出てましたが、これはまあ飛びますね、これはね、本当にね、すごいですよ、これ自分がどう飛ばしてるのかわからなくなるぐらい飛ぶ、そう、これもね、パン打てばね、7番やんでね、190ヤードぐらい飛びますね、飛びますね、本当ですよ、これはすごいですね、そうか、そうか、これはじゃあ本当に、ただ、ね、かといってね、例えば競技をやってるクラスが全然使えないかと、そんなことなくて構えた感じが割とね、今回シャープだったんで、シャープですよね、はい、で今回のは全然、はい、ターゲットは絞らないかなっていうところ、ね、そうですね、はいはいはい、あと個人的に気になってるのは、はい、ブリヂストンのアイアンなんですけど、いいですね、そうですね、初代 CB、2008CB の顔に戻ったっていう、おいいんじゃない、いいんじゃない。これがこれはどうですか。そのなんていうの、対象的にはどのぐらいの層の。これはまあ中級者向けぐらいの。中級者、これ中級なんですかね。中級ではないです。重心が低くなってる感じ。低くなって、これじゃもう入ってるんだ。入ってますね。あ、そうなんだ。はいはいはい。しか入ってる。入ってる。ブリヂストンの中級は作ってこない、うんうん。なるほど。これツアー B。やっぱりこのね、新しい、もうなんか新しいロゴになってね、またそのクラブの感じも一新。していいですよね、今レブリですね、そうですね、勢いがね出てきました、また本当に、やっぱり、ね、山口店長はね、やっぱりその売り場のね、リアルな、やっぱりそのユーザーさんの声っていうかね、動向が多分絶対分かってると思うんで、やっぱそれを僕はね教えていただきたい、どうですか最近皆さん、なんかあります、なんか傾向っていうか、なんか最近はそうですね、はい、うん、まあ、タイトリストが出るまで待ってた方がやっぱり多かったの、ああ、うん、そうですか、917が、そうですね、うんうんうん、で、まあ、そこが出て、うん、一通り落ち着いた形になってるんで、うんうんうん、今、まあ、新商品が次々、はい、まあ、見に来ていただける方が多いんで、うん、なるほど、ということはやっぱりタイトリストファンというのは結構根強く、やっぱり根強いるということですね、あとスリーブの互換性が高いな、ね、なるほど、なるほど、まあ、言いたくないですけどなるほどね、ということです、あんまり言いたくないそうです良心的なんですですよね、テーラーは良心的じゃないんで、あ、それはいいんですか言って、うん、皆さん絶対分かってる、あー、確かに、あー、そうですよね、多分ね、だからこれが本当の、やっぱりこれね、本当の情報ね、そうですね、皆さんにこう伝えるってことがすごい大事なことだと思うんで、さすがやっぱりね、階段を登っていく男は違うねつまずいてそして爽やかだし、ね、爽やかだしこれからね、小山台のね、おばさまたちは悲しんでると思うけど、そうなんです、西台のお姉さんたちは喜んでると思うんで、ぜひ足を運びいただいて、よろしくお願いします、まあ、店長を見ていただいて、
で彼氏、旦那さん連れてきていただいて、どんどんあのクラブをね買っていただく、そしてゴルフを始めてもらってください。はい、あの店長今日ありますので、ということで、あのまたこの後ちょっとあの店内を、はいはい、見させていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。